同胞、有原浩平さん、完全に鷹のエースになる。同胞、藤本、延命。藤本の首が一日伸びたか。やっぱ有原は神や。有原しか勝たん。有原浩平、6回72球5被安打4奪三振1四球1失点。ウーム強いわ。中後でこれは神。やっぱ有原強いわ。有原はチェンジアップクソほど厄介やわ。しかも全然高めに失投して浮いてこない。強い。山本由伸を3回まで倒します。CS で確実に勝利をもたらします。ゴークだけどいる？やっす。これは鷹のエース有原。有原すげえわ。ゴークの男だけあるわ。有原ってシーズン開幕当初は2軍でも炎上しててオワコン扱いされてたのに何があったんだろうな。開幕当初有原を2軍に幽閉してた首脳陣は反省しろよ。どうせ有原そこまでやろと思ってたわ。ごめんなさい。有原が投げて近藤が打ってオスナが抑えれば鷹は絶対負けへんわ。言うほどソフトバンクか？有原さんありがとうございます。ハムにお歳暮送りたい。有原と近藤いなかったら確実にもっとひどいチーム。